はい、皆さんどうもテントモです。ガンダムウォーズの実況となります。今回はレード攻略動画でございます。レード攻略レア編ですね。前回ベリーハード編をやっているんですけども、レード初日にね、まあ続編といった感じでございます。まあでもね、もうかなり情報は出尽くしていると思われるので、まあそんなに参考になる部分があるかどうかね、わからないんですけども、まあ単純に僕の最高ダメージ編成のご紹介といった感じになるかもしれませんね。はい、このね、対レア編成なんですけども、ベリーハードそして S レア含めて僕の最高ダメージ編成となっております。基本的にはね、ナラシーとかウマゴッドを持っておられる方はレアでなくベリーハードで最高ダメージをね、叩き出していると思われるんですけども、僕はナラシーもウマゴッドを持っていないので、で PFD がねありまして、この PFD が対レアにめちゃくちゃ刺さる機体なので、レードガシャ動画でもね解説しましたが、はい、で僕はこの編成で最高ダメージを出しております。はい、ではね、ご紹介していきましょう。はい、今映っているこの5機体プラス MA、 これが僕の対レアベスト編成でございます。前からジェミナちゃん、 PFD、 スペドラ、シエンフェネクス、将軍様、ビグラングとなっております。でまあ前から見ていくんですけど、まあジェミナちゃんですね、このエンジェルフミナね、こちらなんですけども、非常にね、対レードにもってこいの機体だったんですよね。初めて3日くらいはこのジェミナちゃんではなくて、このストフリをねずっと使っていたんですよ。でこの編成で回していたんですけども、まあ、この編成だとだいたいまあ8000万前後で周回しておりました。である時ね、ちょっとこの子を試してみようと思って使ってみたところ、ダメージがね2000万ぐらい伸びましたね。はい、なのでこの編成だとだいたい1億で周回しております。1億前後、まあ9000万っていう時もあったり、まあ1億よりもねさらに上のねダメージを出せる時もあるんですけども、基本的には1億周回編成でございます。でそれでこのジェミナちゃんがね、かなり有効だっていうのが分かったんですよね。で単純にこのジェミナちゃんイコール身代わり解除機体ってね思いがちなんですけども、まずはねこの初手ね、この初手で味方全体にビームダメージ上昇、そして実弾ダメージ上昇で上昇率 75% となかなかいいものを持っているんですよね。うん、でこれでまあ要はスペトラ、そして PFD ね、これらの機体をさらにね強くしてくれます。であと一つね、これではなくて、まあチェインもねあって、これがねスペドラにいい感じにねつながるんですけども、これですね、敵全体ビーム防御低下、実弾防御低下、このデバフですね、まあ、当たり判定のないデバフ、減少率 30%、 持続時間長いですね、20秒、これもね非常に優秀なんですよね。バフからのデバフ、一人でバフとデバフをやってのけるというところが非常に優秀なポイントですね。で最後、味方全体 HP 回復、 EN チャージ、まあ、これはね必殺もなんですけども、必殺も対レードにおいて有効なのは味方全体 HP 回復、 EN ゲージ回復、これですね。でまあレードはね必殺ループしやすいところであるんですけども、それをさらに安定して回してくれる感じですね。はい、で HP 回復も、まあ、ダメージを受けた場合に重宝します。まあ、この編成はスペドラがいることでダメージはね受けない仕様になっているんですけども、まあね、ダメージを受ける場合にも役立つジミナちゃんでございます。なの でこの第1、第2、第3、第4、そして必殺、どれもレードに非常に役立つ、そんな機体となっておりますので、まあ、もうそろそろね復刻するんじゃないかって言われてますよね。なのでまあ単純なね身代わり解除機体っていうだけではなく、レードにおいても非常に優秀な機体だっていうことをね頭の片隅にね入れておいてもらえたら、まあ、ジェミナガシャがね来た時により引きたくなるんじゃないでしょうか。であとはまあ簡単に紹介していきますけど、 PFD ですね。はい、レードガシャ動画で S 評価の判定を下しました。この通常必殺、こ
これが前衛ボス機体のストフリにめちゃくちゃ刺さります。超火力を叩き出してくれます。まあこれがね、基本的にはループするので延々とダメージを伸ばしていく感じですね。はい、おそらく対レアで最もダメージを出してくれる機体はこの PFD なんじゃないでしょうか。対レア必須機体といった感じですね。でその後ろスペドラ、はい、スペドラ、はい、こちらなんですけど、この対レアのために僕はこのスペドラ超越させました。万能超越の証を使いました。それぐらい役立ちますね。まあ、対レアのためだけじゃなく、あれですね、ベリーハードでもこのスペドラを入れることでジャスミンいらずでプレイをすることができますね。はい、で、なぜそうなことができるのかというと、はい、こちらですね、ビームダメージ無効、味方全体のビームダメージ無効が、対レア、そして対ベリーハードにおいて非常に有効となっております。でこれもですね、まあ、最初はこれか、であとはこれがループするので延々とビームダメージ無効をね貼り続けることができます。まあ主に防御担当なんですけども、まあ実弾攻撃担当としても、まあ、そこそこダメージを出してくれます。はい、まあ、このスペドラもかなり今回のレードにおいて人権級の機体ですね。はい、で残りは、まあ、安定のね、はい、支援フェネックス、はい、こちらの超バフを PFD にかけます。でその後ろ将軍様、はい、こちらの超バフを、スペドラ、ね、将軍様スペドラにかけていきます。はい、で最後は MA ビグラングですね。ビグラングはこの必殺の EN ゲージ回復ですね、必殺ループ担当でございます。そしてパイロットの方がさらに PFD の火力を高めてくれます。で他の機体のパイロットなんですけど、まあ、SD とジェミナちゃんは乗せ替え不要ということで PFD は、レードに限らず固定でヒロトを乗せております。このビーム攻撃のバフ、そしてベストマッチの起動バフが PFD と相性がいいので、はい、まあ、この起動バフはね主にエース必殺の時に猛威を振るう感じなんですけども、多弾攻撃でね、はい、まあでも今回の対ストフリにも有効ですね。そして支援フェネックスも固定でリターですね、ビーム攻撃のバフ、そしてベストマッチは HP 回復は、まあ、そんなに今回の対レアには関係ないですね。はい、とまあこんな編成で1億周回をしております。はい、今のところイベントポイント600万超えてる感じですね。まあ、未だに引き換え券はドロップしませんが、まあ他の万能設計図とかね、もろもろがかなり落ちてくれるので、まあ楽しく回しております。で、ダメージランキングの数値的には1億7000万ですね。人数が10人超えている状態で、ね、バフがかかっている状態で、やったところ1億7000万を記録いたしました。はい、フレンドランキングね、フレンドランキングで30位、ギリギリ30位に位置づけております。でちなみにその29位より上の人はね、みんなナラシーもしくは馬ゴッドが入っているというね、それが入っていないのは僕だけというねそんな感じなんですけど、はい、それではこちらの編成を使ってタイレアやっていきたいと思います。それでは、まあ、今回も倍速で回していきたいと思います。まあ、基本的にね、倍速じゃないとすぐ終わっちゃいますの で倍速でどこまでダメージを出せるかっていうねかなと思っております。で、はい、PFD そしてスペドラがねループに入っております。まあ、基本的にほとんど PFD がダメージを出している感じですかね。で、相手は、ね、ビーム編成ということでスペドラのビームダメージ無効がもろに刺さるという、ね、ダメージが入りません、ね、でさらにもし入ったとしてもジェミナちゃんそしてビグランがいるので、ね、ダメージを受けることはないです。はい、というわけでもうすぐ終わりますね。かなり削っております。どうかな、1億いくかな、結構削れたと思うんですけども、どうでしょう。ああ、9000万でしたね。
で、ダメージは PFD が7400万、スペドラが2900万ということで、スペドラもまあまあ出せてはいるんですけど、まあ圧倒的に PFD ゲーですね。まあ大体は1億ダメージ出せているんですけど、たまにこういうふうに9000万だったり、あとは逆にね、1100万いくかいかないかだったりね、まあブレはありますね。はい、まあそのブレの原因はおそらくパリですかね。パリで当たったり当たらなかったりがその時その時で違うのかなと思います。はい、てなわけで、まあ今回は僕の対レア編成およびまあ、レード最高ダメージ編成のご紹介でございました。まあレアでね、困ってる方はぜひともね、 PFD 使ってみていただけたらなと思います。あとはスペドラがね、レア、そしてベリーハードで防衛でね、非常に役立つので、まあもうすでに結構出ている情報だとは思いますが、まあ参考にしていただけたらなと思います。あとはジェミナちゃんね、ジェミナちゃんがかなり優秀です。まあおそらくストフリーよりもジェミナちゃんの方がこの編成でダメージを伸ばせている理由は、支援フェネクスと将軍様を併用して使っているからかなと思っております。結構ストフリーとね、支援能力で被る部分があるので、まあ、その点においてジェミナちゃんは、ね、それらの機体にないデバフをね持っているので、まあそういう部分で、まあ、この編成だとストフリよりも優秀なのかなと思っております。なので、まあ、支援フェネクスとか将軍様がない場合は当然ね、ジェミナちゃんよりもストフリの方が輝くのかなと思います。はい、てなわけで、まあ、今回の動画はこれで終わろうかなと思います。またS レア対 S レア編成の動画をね出そうと思っているんですけども、現時点で S レアチケットがないので、また手に入ったら動画出したいと思います。それでは今回の動画はこれで以上となります。いかがだったでしょうか。よければいいね&チャンネル登録よろしくお願いいたします。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。ジーク、ジオ。